ルッチェーロ・オッティは、イタリアの解剖学者かつ、生理学者。相単官及び、水管の出口にあたる、第十二市長入頭周囲に存在する活躍筋で、ある、オッティ活躍筋の発見者としてその名を残す。1864年、イタリアのペルージャで生まれる。ペルージャ大学医学部4年生の時に、犬の胆嚢を除去する実験を行った。オッティは、 胆汁の貯蔵器官である胆能を除去すれば、肝臓により生成される胆汁は自由に象徴に流れると考えた。しかしその予想に反し相胆管が大きく膨らんで、水中圧6メートルに達しても流れようとしなかった。この実験結果により、オッティは相胆管の出口に胆汁の流出を調整している器官があるという仮説を立て、それに基づき実験を行い犬や哺乳類で、 活躍筋を発見。さらに人でも発見し、1887年に相短感活躍筋という名前でこの構造物を紹介する論文を発表。今日これがオッティの活躍筋と呼ばれている臨場筋である。この業績により30歳の若さでジェノバ大学の生理学研究所の所長として就任。しかし36歳の時に、 会計の不正処理などを理由にその職を解かれた。その後は、アフリカのコンゴに移住し、再起を図るが、うまくいかず、最後は49歳の若さで、ベルギーで人生の幕を閉じた。オッティの活躍筋に関する1887年発表の、論文 ABCD 解剖実習の、手引きムサンド発行 i s b n 七十八から四から二五一ゼロ三一一八 ありがとうございます。